紙を書くタイミング、ちょっとざっくりとこうフォルダをタイミング色表現方法やりながら、ちょっと説明しながらちょっとデモをやって、最終的にちょっとこちらの皆さんにデモを書いていただこうという内容になります。影を塗っていくんだけど、木漏れ日をどう残すかってことをちょっと考えながら、もう奥の方になるだいたいもうベタ塗り、ほぼベタ塗りです。あの影っていうのはすぐ変わっちゃうから、いいタイミングでいい形で、なるべくあんまり筆の跡を残さないで素早く横動きで、で先ほど言ったようにちょっとこの輪郭がね硬いと思ったら、描かないうちに少しこういうところをこうティッシュでこう硬くなりそうな輪郭をちょっとこうティッシュで抜いたりして、あのこういうのも大体葉っぱから描いてください。で、後からこう隙間に枝をこう挟んでいくような感じ。してるんですよね。ここは先に影つけて、後から固有色のせてもいいし、ここは固有色のせてから影をつけてもいいくらいです。もうちょっと濃くてもいいです。ただ爽やかでいいくらいです。この時間が一緒ですか。あ、ごめんなさい。なるべく1回で結構ここで小さにした方がいいんだけど、そばで早くから、まあ、早くから実際の。違うので、あんまりやら統一感的には出てないかもしれない。どっちか。